なんですね。シャンプーとかじゃないですかね。入ってないです。そんなに柔らんねんタイプで、うんち硬いかな。そうでもない、ちょっと固めかもしれない。気づいたのがちょっとあの前までは時々食粉をするときがあったので、うん、ここどれぐらいかわからないんですけど、はい、主人とかもそういえば最近食粉しないの。あ、そうなんですか。だからそれがしないふうに分かったのか、うん、うんちがちょっと質が変わって、うん、血の匂いとかそういうのがしてなくなったのかちょっとわかんないです。うんちの量とかは大体毎回あれぐらい、前からあれぐらいに、はい、食べる量によって回数が変わる。はい、ごめんね、脈見させて。はい、こんにちは。目で見る分には色も硬さも前と比べてものすごく変わった感じもしない。ちょっと身体検査素通り終わったらさ、はい、ちょっと直腸検査、はい、ちょっと指入れてさ、なんかしこりがないかどうか、ポリープがないかどうかをちょっと指の届く範囲で見てみますね、はい、いわゆる大腸ポリープってやつがあったりすると、要は見て明らかに赤いじゃないですか、ってことは近いんですよね。そうですね、なんか最初切れてるんじゃ、あの出口が切れてるんじゃないと主人が言ってたんですけど、どうもそうじゃん。はい、はい、別に匂いはしないけど、永田さんちょっとサポートできるかな、はい、ちょっとお腹触らせてくださいね。ちょっとだけ指を、はい、ごめんね、ちょっと嫌なことするよ、ごめんね。ご褒美あります？こう先にご褒美1個あげてもらっていいですか？食べました、食べました、 OK、 じゃあ頑張ろう、ちょっと我慢してね。今んとこ何にもない。嫌だよね、そんなに入れられたら。結構奥まで入れましたけど、分解がちょっとあるだけで、何にもないけど、こういうのがついてる ね、こういうのがついてくるでしょ、はい、ってことは、でもしこりはなかったですね、このここまでの中では、うんうんうん、でもその間にこういうのがついてくるってことは、ここに何かちょっとただれてるんですね、うん、はもう入れるのやめよう、ちょっとかわいそうだ。ちょっと待てよ、でも薬入れときたいな。ごめん、もう一回ちょっとね、飲み薬と、今ちょっとこの場でちょっと治療しますけど、うん、ちょっとそこの奥にね、お薬入れさせてください。
で、あと抗線照射、ちょっと血流を良くして炎症を沈める治療をしますね、はい、お尻ごめんね、これをグーッとやって塗ると。ただこれもうんちしたらもうすぐ出ちゃいますけどね、塗っても今はついてこなかったですね、うんちがついて。そして抗線照射100の1、2回したのね、うんち。でまだちょっとだけ、うん、そんなたくさん残ってないですよ、うん、ちょっとだけできてないのが。よし、お尻からあって、はい、いい話よ。この人差し指の長さよりも奥にあるとちょっとわからない。ちょっとこっち来て。でまたこの指が届く範囲のやつにもししこりがあったらさ、はい、まあワイド手術はそんな大変じゃないんですよ、はい、奥だとちょっと外科的なことはなかなか難しいですね、直径直径でマスはないと。だけど必要ずらすと、やりながらでいいかな。やりませんね、ちょっとね。ごめんね、お尻ばっかりで。嫌だよね、お尻ばっかり。おやつ食べてます。おやつ食べてます？うん、あげてくださいね。嫌なことしてるから。これでちょっと全身保湿してから伸ばして、よいしょ。顔もさ、嫌いだね。そうなんだ。